はいどうも、こんにちは、こんばんは。ラウンズでございます。今日はですね、ちょっと久々にちょっと遠出をして、血の釣りに来ております。はい。いやー、暑い。もう速攻空調服回してるんですけども。今ちょっと昼過ぎなんで、ちょうどね、今一番暑い時間なんだよね。はい、ということで、ちょっとのんびり長考プラスアルファぐらいかな。はい、近場に行ってもあれだし、というのは、そもそもちょっとね、今日の話を聞いていただければと思うんですけども、本当は今日ね、磯に行こうと思ってたんですよ。磯にね。でも、これ多分キンキンですぐ上げるからあれだけど、今台風がね、来てて、で、もう見てるの風、わかんないか。風もね、ちょっとあって、もう磯に行くのは諦めましたと。言っても多分、船長に電話しても、多分今日出なかったんじゃないかな。もう、波2メートルうねりを伴うとか書いてたから、多分どのうち船出なかったと思う。しかも結構風強くてね、涼しいんだけどね、晴れてるし、なんか言葉おかしい、晴れてるし、風吹いてるから、激圧まではないんだけど、ただこれ、結構ね、今、湾内寄りの方に来てるんで、風がね、他のところに比べたら結構緩かった。なので、磯に行くのが諦めて、どっか釣り行きたいなと思ってたんですよ。どっかにね。で、そのどこに行くか、結局迷ってて、結構迷ったんですよ。どこに行くかな、せっかくね、もともと磯に行く気だったから、なんか近場ね、ちょっと近場行くのもちょっとね、あれだなーって思ってたんですよ。で、なんていうのかな、ちょっと大分県南ね、佐伯の方なんだけど、佐伯の方まで行くかと思いながら、あ、そうだ、川の釣りで行こうと。多分見てる人からしたら、いや、川の釣り具、磯に行くとき行ってるでしょっていう感じと思うんですけど、磯に行くときっていうのは、やっぱ餌を混ぜるだけで、もう、基本ね、バタバタしてるから、そもそも川の釣り具長いしてないんですよ。多分5分もいない。早いとき3分ぐらいしかない。店内にね。で、餌混ぜて、さっと行くみたいな感じなんですよ。なので、その川の釣り具でゆっくり店の中見回るってことはあんまなくて。だから釣り以外、もしくは友達と行った時にゆっくり見るぐらいしかなかったんで、最近ちょっとジギングにもねハマってるから、ちょっとね、最近流行ってるジャッカルのビンビンスイッチをね見に行こうかなと思って、行ってっていう感じですね。昼頃家出て、カントリーグにちょっとそうやってね見に行って、で、そのまま、ここに来た、そのまま直じゃないけどね、佐伯港の方を見ながら風どんなんかなと思って行ったら、結構爆風でちょっとこれ無理だなと思って、でそれがちょっとずつ上がってきて、何箇所か見たんですけどね、何箇所か見たんだけど、ちょっと風強いなみたいな。暑いからといって風がバンバン吹くと釣りが当然しづらいからっていうので、ちょっと回ってたら、ちょうどここはねベターっとなってるんですけど、結構ね風吹いてるんですよ。今ここはちょうどいいぐらい、釣りするのには全然いいって感じです。で、何を言ってもね、先日、岡島行った時に、熱中症でダウンしてるんで、見ての通りね、車、横付けできるような場所なんで、暑い時は車の中で一瞬でね、冷やそうと思って冷える場所なんで、ゆっくりできるかなと思いまして、ここにやってきました。場所はね、ちょっと細かくは言わないですけども、知られた場所です、結構。何年か前かな、ここに来てます。何年もかな、4年、5年ぐらい前かな。来てますね、ここに。ここたまにでかいのが出るのよ。たまにね。秋とか冬とかに関係なく、たまにドーンってでかいの出るから、面白い場所でもあるところです。もうちょっとね、あと、つくみの方とかいろいろ行ってもよかったんだけど、なんかあんまり上の方に上がると、なんかせっかくこっちの方来たのになっていう気持ちもあって、で、ここで行っかと。正直海の色はあんまり綺麗じゃないんだけど、すぐそこ海なんだけど、なんかあんまり綺麗じゃないけど、マジでたまにでかいの出るのよ。自分は釣ったことないけどね、聞くだけの話なんで、ここで最高何センチかな、多分33、4、5センチぐらいしか釣ったことないです。死ぬかと思ったら、ボラボラだった。巨ボラでした。はい、ということで、タックでも組んでいきますか。ね、空調服着てますけど、非常に涼しいです。涼しい。めっちゃ涼しいです。全然まだ汗がボタボタ出るほどじゃないんだよ。一番はやっぱりね、暑くなってすぐが一番ダラダラ汗出るから、それに比べると全然、汗はかいてるけど、垂れるほどじゃないみたいないつも足りるぐらいすぐ汗出るからね。だけどまあ全然風吹いてるし、さらに空調服なんで、まあそりゃそうだよねっていうかもしれんけど。ということで今日はですね、こちら持ってきました。ちょっとねタックル全体的にどうするかな迷ってんだけど、とりあえず竿は銀狼オーガ AGS0553 でございますね。でリールはまあハイパーホースコンパクトです。コンパクトのまあ現行品ですね。2020年度モデルです。スプールは1個前だね、2015かなんかのスプール使ってます。糸がね一応道糸 1.2 なんだけど、まあ、大丈夫か、ある程度走っても多分、まあいけると思うんで、これでやろうかな、とりあえずですね。はい、ということでまあとりあえず暑いね汗はギリかいてないけど、まあまあ暑いっすね。風が吹くとめっちゃ涼しい。でこっから先どうすっかなんですよ。海を見るとあんまりこうなんていうのかな、なんて風が吹いてバサバサバサってこう なってない。沖の方はちょっとこう風が吹いてこうちょっとちっちゃい波形みたいなんだけど、これ見ての通りベタっとしてるんで、どうしようかな、沈めてやるのか浮かせてやるのか、どうしよっか。たまにはまあここものんびりできる場所なんで、どうしよっか、投げて沈めよっかやっぱりちょっとね今いろいろと5分ぐらい悩みました。5分ぐらい悩んだ末これ使います、トウヤウキですね。トウヤウキの、チヌスペシャルかな、チヌスペシャル400の、3B でございます。3B でも結構乗るからね、6B ぐらいは重さ乗るんで、予付力的にはねめちゃめちゃあるんですよこれ。まあ、ちょっと久々にねチヌスペシャルを使おうかなといった感じでございます。ちなみに水深ね、手前は掛け下がりになってるんですよ。掛け下がりになってちょっと投げて1本半ぐらいです。だからそんなに深い場所ではないですねここは。ということで、まあ、とりあえずこの今日は、トウヤウキ、このね久々のこのちょっと長い浮きをちょっと眺めながらちょっとやろうと思います。とりあえずささっと仕掛け組みますか。こんな感じでタックル組み終わりまして、で浮きはねこれそのままチヌスペシャル 3B、400の 83B をね使います。で今ガン玉もね一応調整したんですけど、ガン玉はここに 5B ね、なんていうかな、このストッパーからここに B か、でここに 5B 打ってます。これでどのぐらいか今やったらここですね、こんだけ長い浮きのここまで沈みました。ここまでねです。あんまりトップ出してもね、ちょっと今表層が少し滑ってるんで、そんなにこうトップを出す必要ないかなと。まあトウヤさんもねだいたいこう半分が沈めてるから、まあ、その辺はまあ微調整なんですけども、はい。ということで、準備が今からもう一つ蒔絵作りでございますね。はい、ということで今日の蒔絵ですけども、バンとバンと、はい、こんな感じです。まあ蒔絵混ぜますけどね今から、これはですね先日深島に行った時の残りです、3分の1は余ったね3分の1以上かもしれない。まあ水は混ぜてるんですよこれ。もうちょっとべちゃべちゃの状態なんだけど、ちょっとこのままじゃね水分がちょっと多いんですよね。一回冷凍して解凍とかしてるから、こんな感じね、こんな感じです、はい。で今日も持ってきましたネバスコね。ネバスコわかるかな、ちょっと柔らかいんですよ。蒔絵の量としては今からやるんならちょっと足りないかなっていうぐらいです。今日はまあちょっとチヌ編じゃないけど、ちょっとこれで混ぜてみようと思います。でもねこれはもう一旦混ぜていくやつなんで、こんな感じでもう団子のようにね固まるんですけど、これに今日はこちら色球の収容剤、これ1袋ね追加して入れようと思います、ちょっとね一回冷凍させるとよりなんかべちゃべちゃになるのよ。だからね軽く投げるでもちょっとあれなんですよね、ちょっと柔らかすぎるんで、大体1袋入れると、まあ、水入れるかどうかちょっと一旦混ぜてみないと分かんないですけども、でここで混ぜていくと、香ばしい匂い香ばしい匂いですね、ちょっと固まってるからネバスコって若干混ぜにくいかもしれない最初ね。まあでも普通にスコップのようにこう混ぜれるんであ、いやいや、そんなことねえな。意外と、この余った薪に、辛みがすごいね。うん、もう早い。よいしょ。お、なんか混ざるわ。自分はね、こう、一周回していくタイプなんでね。こんな感じで。よいしょ。お、あ、これ手で混ぜなくていいんじゃないちょっとね、粘り出てるんで、ちょっときついですけど、まだ今多分ノーカットでいってると思うんですけど、意外と混ざりますね、これ。ちょっと端っこの方だけ気をつけるとあれですけどね。もう、これこのままもう飛ぶんじゃないの？ちょっと角だけはさすがにいかんか。よいしょ。よいしょ。お、どうすかどうすか。多分ノーカットでいってると思いますけど、ほぼ混ざりましたね。チヌなんで、固まるじゃないですか。だから意外とここから通らないのかなと思ったら、こう、なんていうんだろう。こう、抜けてる、結構こうやると、ここの間から抜けてるんですよ。わかります？だからこう混ぜてて、まあ重いのは重いよ。やっぱチヌなんですね。うわ、ちょっと粘りすぎた。きついわ。チヌ硬て。もうそんぐらい団子のように粘りが出てるんですよ。山本工房の動画を見ると、これどっちでもいいみたいですね。自分はこっちからかなと思ってたけど、こっちからもちろんほら、こうやってどんどん抜けるんだけど、こっちでも抜けるみたいし、こっちの方が楽かな、どっちかっていうと。ですね。いやもうさ、硬え。相当硬え、これ。手で混ぜなくていいね、その代わり。手汚れないんで、いいですね、これ。いや、マジで、もうほんと、わかります？ちょっとこの先端がちょっと刺さったけど、刺さるぐらい硬いんですよ、マジで。ちょっと想像以上だったわいや、すげえ。ちょっと粘土みたい、これ。わかるかな、この先端だけ。今ゆっくり倒れてます。こんな感じで、ここの部分しか入ってないんですよ。それでこれです、うん、だからちょっと刺すと全く倒れないよね。そんな感じで薪まで終了でございます。チヌだ。チヌっぽいぞ。お